ビニールのないフレームハウスに来て作業をしてるんですが、向こうの方から煙がやってきてるんですが、あれは家内が剪定枝を燃やしていて、煙が南の方から南東から北西方向にやってきてるんですね。まあ大体は手で草を引いたり根が起こすのが難しい大きな草株は例によって根切り棒で根を掘り上げて、あとは掘り上げたものをバナナ株周りにマルチングしています。私はまあバナナに限らず、まあこういう空豆でもですね、肥料を使うという考えではなく、土壌環境を良好にするという考えでやっています。それには旺盛に生えた草をちぎったり、あるいは掘り上げたりしたものを株周りにマルチングしてやって、その年に役に立つというよりも、中長期にわたって土壌環境を良くするという考えで草のマルチングを幾度も幾度も繰り返すようにしていますね。去年バナナとバナナの間、これはプラッタ、まだもうすぐ巻き葉が出てくると思うんですね。こちらはムサアジャレ、アジャライですね。これは巻き葉が出始めていますね。その間に空豆を巻いて、空豆と空豆の間にですね、小さなブルーベリーの苗を植えていって、バナナとバナナの間にブルーベリーを小ぶりに仕立てて、万一の場合の倒伏防止にしようと思って、そのようなレイアウトに昨年しておいたんですね。ブルーベリーを販売したいというのなら、品種がはっきりしたものでないとまずいと思いますが、私のようにバナナの倒伏防止クッションが主な目的である場合には、どんな品種であってもとにかくある程度成長して、強風あるいは台風が来た時にバナナが傾いたり、あるいは倒伏しそうになったら寄りかかることができるクッションですね。作りですから、一本何千円もするような苗を買っていられませんから、こういうまあ小さなポットで1ポット100円前後、できれば50円ぐらいのがあるといいですがね。こういう風な形で、こんな小さなポット苗で12個ないし20個セットでいくらで割ってみると、100円前後の苗がオークションなどに出ますから、そういうのを買ってレイアウトしておけば、何年かしたらですね、バナナ用の倒伏クッション垣根としては十分に役に立ちますから。そしてブルーベリーはまあ寒さにも強い
品種が多いですから、このように小さな苗を植えただけでも草を引いてみれば生きているのが分かりますよね。これでも、それからこれでもそうですよ。草を引くまでは見えなかったんですが、ここでもこちらのバナ、中央のバナナ列と東側のバナナ列の間にもブルーベリー苗の垣根を作ろうと思ってここにも植えておいたんですが、やはり生きていますよね。ほとんどは、まあ、これから全部草引きしていくんですが、ほとんどは生きているだろうと思いますね。このラベルも一緒に刺しておいたので目安になりますから、間違って草と一緒にですね引っこ抜いたりするといけないですから、まあ、草を全面引いていってバナナ周りにですねマルチングしていって、それを何度も繰り返していけば、いずれバナナ自身のこういう枯れた葉がら葉っぱも草とともに土に馴染んでいって、いずれはバナナ栽培に適した土壌になっていくと思っています。ここは前はいろいろな品種を植えていたんですが、まあだんだん品種を絞ってきています。もうこれから多種類を増やそうとか、作付け面積を拡大しようとかもう思っていません。これまでに行ったレイアウトで、あとは連年収穫株が増えていけばそれでいいやと思っていますんでね。まあ人間っていうのは生まれた時は全面的に親その他の世話にならないと生きていけませんし、年老いて体が不自由になればですね、やはり生まれた時と同様に身内とかその他の介護者の方々の世話にならないと生きていけないわけですよ。ですから余生の晩年期にあれこれやろうなんて思うのは馬鹿げていますし、とにかく片付けていって、なるべくできれば家族単位で助け合いながらですね、支え合いながら生きていけるようなシンプルライフですねにしていくのが賢明だと思っています。まあ、そういう意味で畑の世話をするというのは、片付けながら増やさないでただ充実してくれればそれでいいということですね。そのために肥料を買ったり農薬使ったりなんていうのは馬鹿げていますから、道具は人間の農作業の大切な道具はですね、手と足なんですよね。手と足、そして足りないところを、まあ私の場合にはほとんど根切り棒であって、まあ昔でしたら一般のお百姓さんはクワと鎌が多かったと思うんですがね、私は栽培品目の都合で根切り棒さえあれば、あと時々葉っぱをカットしたりするのにですね、鎌の代わりに竹の枝を切りやすい目の細かいノコギリですね、それでノコギリと根切り棒だけで大抵のことをやっています。その他は手足ですよ。
手で草を引いたり足で古竹を割ったりですねですから、まあ、種や苗を当初は投資して入手しなければいけませんが、あと自家採集したり、まあ、バナナ苗は小株が出てきますからね、小株調整とかで増やそうと思えば適当に増やせますしね、まあ、そのようにして、まあ、自分で仕掛けた畑の世話を見れるところまでは拡充せずにやっていこうと思っているんですね。まあ、この畑ではバナナの収穫はまだですが、ここから外に持ち出したので結実したのはあったんですが、その後植え直したものではこれからですから、まあ再来年ぐらいからでしょうかね。あの1年生のそんなに大きくない苗を植え付けましたんでね、ブラジルバナナを本州でやろうと思ったら、まあ、私が味覚の点から一番重宝しているのはバナナマッサンなんですが、バナナマッサンはそうそう簡単に無保護で体感越冬性を発揮する品種ではないんですね。徐々に無保護で体感越冬性を高めていって本年もだいぶ越冬してくれているバナナマッサンは出てきたんですが、その前にブラジル系のバナナで体感越冬性をマッサンよりももうちょっと早めに発揮して土着化しそうなのはプラタ、ムサプラタ、あるいはムササンタカタリーナですね。でそれを手なずけておいて、その間にだんだんバナナマッサンを土着化する方向に育てていけばいいように思いますね。オロバナナとかもありますがね、まあ、第一にはバナナマッサン、それからその次はサンタカタリーナあるいはプラタがいいかなと思ってるんですがね、まあ、これはなんとか無保護で越冬してくれましたから、このプラタはここに根付くんじゃないかと見ていますがね。ハジャライはまあほとんどが無保護で越冬するようになってきています。さて菜の花はちょっと開きすぎましたね。蜂が来てますが、もう食べるには開きすぎてますのでつまないで残しておいて、また種を落としてその他の草を引いてバナナ周りにマルチングしていって、バナナのやれ葉柄やれ葉をちょっとすっきりさせてあげようかなと思っていますね。